ホラーゲーム好きの皆さん、こんばんは。今回は最新作のホラーゲーム、サムデイ・ユー・リターン、ディレクターズ・カット版ということでやっていきたいと思います。こちらのね、サムデイ・ユー・リターンっていうゲームですけど、2020年に一度リリースされてるみたいですね。で、かなり高評価だったんだけど、その時は日本語字幕がなかったのかな。熊川もまだホラーゲームの実況多分やってなかった時だと思うんだけど、そちらのゲームかなり高評価だったみたいで、まあ、海外の方たちがね、良かったよという評価をしているんですが、それのディレクターズカット版というのが出ました。いろいろね、変更されている部分もあるんですけれども、大筋変わってないみたいです。ただね、日本の実況者さんほとんどの方がやってなさそうなので、まあ、今回ね、まあ、いい機会なので、最新作のホラーゲーム、サムデイ・ユール・リターン、ディレクターズカット版やっていきたいと思います。ニューゲーム。大まかなお話だと、娘が行方不明になるのかな？女の子。ここから出ないとって言ってる。なるほど。感度低しだな。かなりグラフィックがリアリティありますね。身長はちょっと低いか。走るもちょっとできるね。この女の子は迷ってしまったのかな？なんか落ちてきたみたいな感じだけど、こっちは開かないですね。ドンガラガッシャン。左でドンガラガッシャン。フラッシュライトとかないね。あ、こっちはなんか、鉄が飛び出てるね。前もあるけど暗い感じ。そして、鉄格子みたいな感じか？いけないですね。じゃあ、明るい光が木漏れ出てる扉の方へ。押す。まだまだ続いてますね。ここは何の場所なんでしょうか。右は行けないよな。ああ、でも左行けそう。前も行けないね。なんか、このゲームはサイコホラーみたいな。ああ、ずれたのか。扉があるっぺーけど。ああ、奥行けるな。あ、そういうこと。さっきのドンガラガッシャンは、この鉄の棒、尿意棒ですね。尿意棒がニョキニョキっと生えてきてる音だったんだ。まるで生きてるかのような、そんな感じですね。で、左は真っ暗町。あ、なんかあるぞ。後ろは別に。気をつけないと。なるほど。行けるとこが。あら、落ちて。大変だ、これは。あ、大切な時計なのか。まあでも命より大切なものはない。逃げよう。あ、なんか落ちてきてる。降りてきてる。人だ。ん？心の振り子は意識と無意識を交互に行き交う。正しさと間違いではない。何を言ってるんだ。さあ、これは多分お父さんだと思いますけれども、女の子が行方不明になってんのは知ってんのかな。音楽が流れてますね。あ、ステラっていうのがさっきの女の子なのかな。多分出ないってことかな。なるほどね。怪しいってなりますね。どうしたんだってなるんだよね。
壮大なオープニングの歌だな。あ、もう一度電話をしようとしたけど、愛だ。これは奥さんなのかな。あの子はどこだって言ってんね。あの子なら学校よと。なるほど。この二人はいい関係ではなさそうだね。まあ離婚してなのか。ただ父親は何か異変を感じていますね、すでに。田舎道の方まで、森の方と言ったらいいのかな。あ、ステラに電話しようとしたらスリップ。慌ててる様子がうかがえますね。だいぶ森の中に来たのかな。なぜここだと思ったんだい。あー、立ち入り禁止のバーが外れてるっていうのが怪しかったのか。あ、でも地図にも一応なんか道じゃないけど、ソーセージのね、繋がってるやつみたいなね、そっちの方に向かっていくと。あ、おばあちゃん。Can I help you? こんなところで。Hello, can you hear me? 聞こえてないのにこの態度だったらちょっと怖いな。Autumn leaves, 秋の木の葉、石と木。All fall down. ありがとうございます。Don't have time for this bullshit. I've got to find Stella.なるほどね。おばあさんの一発ギャグを聞き、森の中へさらに深く行くと。ステラを探しに行く父、まあ異変を感じたからここまで来たんだね。なんか赤い道になったけど、あんまり周り見えないんだよね。あ、でもなんか、あ、GPS で追ってんのかな?そういうこと?まあ子供だからね、親御さんが心配だからつけてるっていうかね、見えるようにしてるっていうのはあるかもしれないね。点滅してるところがあるので、Even better, she straightened out. This will be over sooner than I thought. だから、奥さんと喋った時に、もう何か起こってるんだよみたいなこと言ってたけど。第一章、美しい森。あら、運が悪いですね。見た方がいいのか。後でゆっくり考えよう。そうだな。携帯、あれ?携帯見れるっていうキーがあったけど。さあ、奥の方か。この印は何なんだろうね。迷わないようになのか。はい。ああ、なるほどね。このまままっすぐ行けばいい。なるほどね。全く動いてない。新しいコレクターアイテムを発見。チェコ共和国の観光産業。あー、マーカーのこと書いてあるわ。正方形で、三段の縞模様。右左折マーカーとかあるけど。色によって違いがあるんだな。
ただ赤が地下渓谷、ラッキーリーフ、2つの湧き水っていうのがありますね。美しい森だ。これでもう森に行かなくていい。ああ、なんだ、モヤモヤっとしてる。橋がない。高いところ平気なんだけど。遠回りをしなきゃいけない。なるほどね。お、メッセージを受信。ん？愛だ。学校に電話したらいなくなってるって。何も教えてくれないなら警察を呼ぶわ。ロイザ、どこにいるんだ？銀行からのメッセージ。さあ、じゃあここを登っていかなきゃいけない。カザテルナ。あ、結構険しめですね。坂というかもう山だね、やっぱり。Kid just walks out of school and nobody gives a rat's ass. She doesn't know how to drive. そうね。Someone had to bring her here. 遠いってことだもんね。子供が来れる距離じゃない。何に巻き込まれたか。まあ父親としてはすごい心配だろうな。あ、疲れてる。ステラの場所を確認しておく。トラッキング。トラッキングじゃない。ん？電話する。ああ、GPS の信号を失ってる。ここか？カザテルナ、新しい場所を発見。これ、スクショできるんだよ。ああ、そういうのない。まだダメだね。ここか？こんなところ？I forgot how beautiful it is here. あ、来たことあるのか？相変わらずって言ってたけど。まあ、鳥たちが飛んでますね。すごい綺麗な渓谷。あ、ここでオープニング。Someday you'll return。ディレクターズカットです。さて、ここならいけんのかな。ダメですね。これさ、スクショできないの？読み込みとか。あ、こっち行けそう。はい、こっちは何も、ああ、あるな。日記を表示。ステラを見つける居場所に到達する。Sign or no sign, I have to follow this trail. そうね。Oh, how am I gonna cross that? Huh? There's a plank down, huh?板を使って通っていくと。はい、基本的な持ち物とかそういうのは見れないね。さあ、あ、すげえ慎重に行くタイプだ、この人。あら。日が暮れるまでにね。あ、足跡だ。誰かが通った。
Another ribbon. What a strange location. リボンを見つけたけど、ん？ The tracks again. 足跡。リボン。リボン。リボンは？電話が鳴る音。愛だ。Where is she? You have to tell me. Your hysterics aren't helping. Stop calling. いちいちかけてくるな。Tell me that she's safe. Listen, I don't. あら。The first thing I'm gonna do when I leave here is trash this fucking cell. あ、あった。赤いリボン。あったあったあった、向こうだね。だいぶ目印つけてくれてるけど、あ、向こうにもあるわ。これはなんだろうね、いざなわれてんのか。あ、誰だ、She has to be close. 近くにいる。右から聞こえたね、ちょっと。さあ、暗くなる前に。あの子の服だ。イノシシ。バックパック。No, I'm seeing things.今なんだ？あ、リボン。あ、じゃあ、あの子のではないってこと？さあ、どんどん進んでいきましょう。フラッシュ、あ、フラッシュライトあるじゃん。What was that? 電池とかあんのかな？節電モード。なるほど。こういうのあるんだ。Looks like a trail sign. 標識みたい。あ、Wasn't it recently? ステラがいたところじゃないか？ウ・ブク・バンカー。封鎖されたはず。暗いのが苦手だから来ようと思わない。誰かに連れてこられたのか。開かない？あ、連打か。なるほどな。さて、明かりをつけて。Know you're in here, sweetheart. Please, let me take you home. If you're hurt, just bang on something. 動けた。ああ、でもステラがいた場所だね、おそらくね。このニョキニョキっとしてる感じ。ああ、地下もある。こっちはいけない。あ、バールみたいな。じゃあ、鉄の棒だよね、ただの。ちょっと下行ってみる。セーブされたぞ。ああ、でも下には行けない。ん？落としたか。奥に行ってみよう。スマホか？メッセージ？ああ、人形があるね。なるほど。向こうに行きたいけど、しゃがみ。なるほど。おシール。明かりを置く場所を見つける。オッケー。強しだな。ああ、なるほどね。さっきのやつだ。
テコの原理だね。オッケー。テコの原理強し。あ、影だ。私のせいじゃない。どういうことだ。また変な音。あ、誰だこれ。ぶん殴られる。急に来たね。なんかなんて言うんだろうな、普通の人じゃなくて森の住人、いや森の妖精。ぶん殴られた。あ、電話が盗まれてる。明かりがつかない。あ、これってさっきの森。地球が終わってる。あ、いるね、橋の上に。何かおかしいぞ。その橋から離れろ。あ、飲まれてった。あら、もう幻覚かな、おそらく。これが事実だとは思えないもんな、さすがに。ただなんだこの世紀末感。あの足場が使えそう。どこだ。ん、こっちか。あれ、さらに、いや向こうに行きたいんだよな。あれ、行けないぞ。あ、行けない。これはどうやって行くんだ。あ、向こう明るいがついてる。女の子が黒い手に襲われてるって感じか。なんかお墓みたいのが立ってるね。十字架。何が生まれてるか知らない方が良さそう。あ、所持品。あー、なるほどね。はは、これはこれ時計。あー、3人のね。 I wonder why everything went so wrong with her. With us. これはなんだ。レンチ。これがわかんないね。釘？Can't do it with my bare hands. ああ、素手じゃ無理。なるほど。OK。これはなんだ？ My tool belt. Huh. The pliers are missing. なるほど。ペンチがない。見つけたペンチを入れておこうと。これで何かクラフトできんのかな？あー、いろいろアイテム持ちだ。すげえな、これは。何か。ちょっと待って。これさ、何か使えるのか。I wonder why everything went so wrong with her. I wonder why everything went so wrong with her. With us. あ、剥がせた。何かはめ込めそう。It looks like some kind of socket. あー、なるほど。面白いね。とりあえず何かペンダントにはできそう。てか、なんで本人が知らねえんだって話だけど。あ、これか。
ladder has seen better days. このはしごはボロボロで、This is useless unless I fix it. 修理。ん？ I need some wood to fix it. なるほど。修理がいると。木が必要。やっぱりあのお墓だな、じゃあ。取った。I can use this. なるほどな。じゃあ。I think I have enough now. お、これで十分。あ、でも、はしごは持ってないから、向こうでやんないといけないんだ。はしごに。はい。ワールドアイテムに。こうか。ん？こいつを外さないかんのか。はい。That does the trick. これも外して。いや、面白いな、クラフトね。はい。ああ、もうここであれか。トントントン。で、ここに、はいはいはい、あと一個、あとここか、はい、トントントン。That's it. I need to be very careful using these. いや面白いですね。では、渡りましょう。よいしょ。渡るっていうか、下か。はい。さあ、ステラはいるのか。ん？洞窟だ。あ、落とされたね。急に押してきた。ここはどこだ。でも結構な高さだったもんね。あ、子供？ステラじゃない？ステラはもう死んでるのか。おかしいもんね。踊ってる。こんなところで。女の子。ステラとは言わないんだね。あ、違う人だ。まだよ、ダニエル。I did fall forever. 一生踊ってんな、この子。あ、ナイフ？どっちの運命なのかしら。真実を見るため。嘘つきって呼ばれてるね。ああ、捨てなきゃ必要なものは見つからない。ダニエルは何を嘘ついてるのか。確かにね、人は物じゃない。なんだ真実って。Do
Do you even know what she loved? 何を愛したか知らない？どういうことだ？ん？あ、いた。楽しそうだな。あ、沈んだのか。この子は何なんだろう。ステラの友達とかではないもんな。いや、面白いですね。電話が鳴る音。ん？あ、鳴ってる。あ、谷の下ではないか。Oh, what a nightmare. I've never loved sunshine more. 朝になってるな。That sound. 携帯。It's my phone. あ、ステラだ。No way. This could be my only chance. Stella, is that you? Where are you? 助けてって言ってるね。火の音、キャンプ。I couldn't understand a word. Did she say camp? I should know my way there blindfolded. But I'm drawing it. まあ割と近い山っていうか知ってる山なんだね。さあ。Maybe I can find the camp on this map. I'm here. はいはいはい。Okay. I have to follow the blue trail up to the chapel and then the yellow path down to the camp. It isn't that far. ラッキーリーフキャンプ。青いのをたどって黄色に行けばいいってこと？はいはいはい。青色をたどってって、ん？こっちだな。青。で、途中で黄色と。あの謎の少女は誰だったんだろうな、本当に。That weird dream about Stella. It was so twisted.Last thing I really remember was that shadow on my smashed head. Probably just some tramp trying to protect his den. That would explain almost everything. But why would he put himself? 助けられたのか、ただの幻覚だったのか。何なんだろうね。あ、メッセージを受信。非通知。ちょっとしたゲームをしましょう。誰だ？無視する。また来るのか？あら、声が聞こえてきたぞ。聖クリメント修道院。礼拝堂まだ開いてんのかーって言ってるけど、これはこっちじゃないね。メッセージを受信。アイダ、どこにいるの？すぐ電話して、後にしようってさあ礼拝堂着きました。Back then, they always had to open for visitors. I guess nothing stays the same. さて、現在地がここだね。ここは黄色だな。黄色。黄色と青が一緒になってるけど、途中で黄色が変わるんだよね。で、黄色がこれ右だ。はい。山の散策の仕方が分かりましたね。あ、吊り橋。あ、でも丸太みたいのがあるぞ。アイテムないね。下がらないと落ちそうだ。
泉の近くの古い小道。なるほど。ここじゃねえと。お、メッセージ。連絡くらいしてよ。お願いだからあの子を見つけて。わかってる。こっちはいけないんだ。ん？湧き水。綺麗になりましたね。お？あー、ロープが切れてる。あ、でもロッククライミングできそうなぐらいだね。Let's see if I can still do this. ん？登るアイコン、クライミングすることができる。マークされた足場。はいはい。遠いか。まあ、白いのをってことだね。一歩戻る。なるほど。はい。あ？一歩戻る。いや、これしかねえぞ。あ、いけるわ。あ、なんか書いてあるな。あ、女の子だ。非、なんだこれ、小判？非小判、階段、マッチ。なんだろう。まあ、なんかヒントなんでしょうね。あ、これか？This is where she, you little bastards. Last time one bit me, I got a headache for 2 days. Come on, they really own this place. Hika. これは？ Let's burn these little suckers. これじゃなくて、これで、こうか？違うね。燃やす。With a little help, this could become a perfect torch. 手を加えればいい松明になる。でもさ、何かアイテムはやっぱり、強いよね。布みたいなのあるのか？あ、こっちなんか。ん？ロープでしょ？こっちなんかあるな。布かなんか。いや、奥行けない。これ、あ？They almost look like a sign. 標識みたいに見える。登るとかじゃねえのか。They almost look like a sign. あ、ここ上か。あー、なんかあるわ。作業台を使う。これか、釘抜かんといかんな。あ、釘なかった。あ、酒。おめえとグリズリー、俺の隠したものを見つけたら俺の火起こしキットをやろう。次はもっと難しいのを用意してやるからな。ところで、ビツオフ城の伝説について教えてやろう。かつて美しい娘を持つ騎士がいた。二人は丘の上の小さな城に一緒に住んでいた。娘は金遣いが荒く、うぬぼれが強かった。
ある日、快晴の空から雷が落ち、娘と城を丸ごと地面に押し込んだ。それ以来100年に一度、娘は地表に出てきて、夫となるものを探している。善良で誠実な男性だけが、その純粋な愛で彼女を救えるのだ。偶然かわからないが、昨日の夜、女性の疑いを聞いたんだ。見に行く勇気はなかったよ。見に行ってたら、無理やり花婿にされてたかもしれない。これって、あの女子のことを言ってるのかな。鋭利なもの。This could do the trick. はいはいはい。で、先端につけてオイル入れて、Now we're talking. ファイヤー。Let's see who's the boss. さあ、これで松明を手に入れました。あ、松明を振るっていうことで、あの蜘蛛の巣を払えるのか。なるほどね。ほっ。ファイヤー。あ、これ How could she have squeezed through here? Especially with all the spiders around. 普通にペンチでいける。でも中に何かいるぞ。あ、爆発した。なんか なんで爆発するんだ。あいつらだけ枯れるものじゃない。ん？こっちじゃない。腐敗してか。あ、降りたね。腐敗してパシャンコしてるのか。さあ奥行こう。あ、あ、食らっちゃった。でもこれ体力ゲージなのか。なんか絵が描いてあるね。井戸みたいなのに花々、花々井戸。これはなんだ。コレクターアイテム、お菓子の包み紙。花々、花々井戸。花々井戸。花々があるところに井戸があるよってこと？これでももう終わりだもんね。花々、外のこと？いや、あ、なんかいけそうな気もするけど。雲、いや特にあれだな。あ、でも分岐があるのか。花々井戸。分岐はあれど、これなんだ、こんなマークあったっけ。あ、ここ行ってないわ。ここ切って、あ、女の子その周りに。危ねえ。下を見る。あ、雲だ。I gotta get down fast before they come for me. I don't want to end up like the deer. ジャンプする。ん？え？
松明あんのか。ヒッコリー、ディッコリー、ドック、ネズミが時計を駆け上り、時計が2時の鐘鳴らし、ネズミが時計を飛び降りる。なんのこと？ヒッコリー、ディッコリー、ドック。ヒッコリー、ディッコリー、ドック、ネズミが時計を駆け上り、時計が2時の鐘を鳴らし、ネズミが時計を飛び降りる。What the hell? ほ。あ、コツだ。動物のコツか。あ、なんかいる。住民の方々？スマホが宙に浮いてるぞ。スマホではない。走ってダニエル。あ、なんかすごいトラップだ。あ、こっち？すんごいいろいろ落ちてくるじゃん。もうどこへ向かってるんだか。さあ、こっちかな。忙しいですね。もう雨のように石が降ってくる。ライト、ライト、ろうそく。あ、降りるね。あ、終わった。さっきのは一体何だったのか。I remember this candle path.キャンプ場はもうすぐ。伝統が続いているのはいいこと。まあ、キャンプに行く人たちがこうろうそくをつけてってるってこと。変な夢のことを話す。I wonder why everything went so wrong with her. With us. まあ、二人はね、今一緒にいないからね。With my luck, it'll be lockedNo way. あ、鍵がかかってない。ん？さあ、キャンプ場はジャンプする。これも？あ、ジャンプする。橋が崩れてて。Impossible. I can't be back here. あれ？ Please, just let this be some kind of sick. 戻ってきたよ。With all the candles, it's clear that しかもろうそくと思ってるね。At this point, I have no choice. 入る。あ、でもスマホ返ってきてるか。Must have dropped my cell up there. Not going back. Never really liked it anyway. またあれか。スマホ落としたの？で、下に続いてるのはろうそくが。下は行けなかったはずだが、行けるようになっていると。そうだね、昨夜はなかった。上から垂れてきてるな。いいですね、やっぱりこの地下通路の不気味さ。とんでもなくいいですね。その理由はもうすぐ分かりそう。歩いてる音がする。渡す。長通路。さあ、奥には何があるんでしょうか。瓦礫。部屋だ。臭い。調べる。あ、人じゃないあれ。あ、さっきあれだな、突き落としてきたりしたやつだな。顔出てきそう。
あ、また通った。鉄パイプ持って。あ、見られているのがバレたようです。あ、追っかけてくる。あー、何すごい突き刺してくるじゃん。なるほどね、すげえ能力者だな。何、鉄棒の実。あ、刺さった。急げ。あ、血が、出血がひどいよ。なんで刺さってんのか、ずっと。なんか触手みたいのが出てきてるね。もう少し。あ、また変わってるっぽいな。ろうそくだ。ろうそくだらけ。いや、このいいですね。ループするけど、どんどん姿形が変わってってる感じね。あ、だいぶご立派な部屋ですね。礼拝堂の中。ああ、なるほど。なんで殺されそうになって何回も助かってんのかだよな。It's hard to see through all this blood. First, I should do something about it.怪我の手当て。さあ、怪我の手当てできるアイテムがあればいいけど。Who's there? ん？誰かいるな。はい、ということで怪我している状態ですが、今回はこの辺で終わりたいと思います。また次回続きやっていきましょう。ということで皆さん、良き夜をお過ごしください。